はい、皆さんこんにちは、タートルです。やりました、ついにやりました。皆さんありがとうございます。やっとね、動画が再開することができました。今後の YouTube チャンネルをハッキングされた人のために、まあ、この今回のね、経緯を残しておこうと思います。まずですね、2月の12日に普通にですね、 YouTube スタジオのアプリを開いたらチャンネルがなくなってました。まあ、めちゃめちゃね、その5分間ぐらいかなり焦りました。当時登録がまあ7万人ぐらいだったんですけども、まあ、さすがにね、頑張って動画を載したチャンネルが急になくなったんで、マジで焦りました。そっからいろいろ調べまして、やっぱり乗っ取られた人が過去にもいてですね、まあ1ヶ月ぐらいしたら復活したよとか、無数に動画を載せられて、チャンネルが帰ってきても収益化できなくて、ガイドライン違反に引っかかって、なかなかチャンネルが帰ってこなかった。そういった方の記事を見てですね、まあ一応チャンネルはね、帰ってきてくれるんだなという感じで、ちょっと安心をしました。で、いろいろ調べて、Twitter で配信して、まあそうするとまずね、YouTube クリエイターサポートの方に連絡してくださいっていうのを見ました。あとは、Google アカウントで、アカウントの復旧作業をね、したらいいんじゃないですかっていうコメントも来ました。まあそれを実際やったんですけども、すでにアカウントから外されていて、別のアカウントで管理されているので、アカウントの復旧ができませんでした。いわゆる紐づいてない感じなので、まあ、何もできないという感じになってました。YouTube クリエイターサポートの方に連絡して、まずは Google 上のチャットでまずメールをし合いこしてですね。その時にチャットが来るんですけども、文字を打っても送信ができなくてですね、これどうやって送信するのかなと思ったら、開業っていうボタンを押したら送信になってました。普通は送信ボタンがあるんですけども、そのチャットの中ではですね、送信ボタンがなくってですね、開業っていうのを押すと、ピコッとメールが届いた感じだったので、まあ、ぜひね、参考にしてください。で、そこから、チャットはやっぱりですね、オンラインじゃないとできないので、そこから E メールの方で連絡を取り合うように作業が始まりました。で、次の日にですね、2月13日に返答が来て、まあ、チャンネルを調べますという感じになりました。まあ、そっから正直ね、4日間も連絡が途絶えてですね、まあ、この先どうなるのかなと、まあ、その4日間もちろん連絡を入れたんですけども、その際は同じようなね、ハッキングの件がたくさんありますから、まあ、待ってくださいという感じでずっと待たされてました。その際に、チャンネルを取られてですね、まあ、バイナンスっていう、まあ、海外のね、仮想通貨の偽サイトにされてですね、ライブ配信をされているっていう状態が続いてました。で、2月の17日にですね、まあ、ハイジャック確認されましたとメールが来てですね、そっからまあ復旧作業に入ったわけなんですけども、まずね、YouTube アカウントをもう一個作りました。で、もう一個作ってですね、その YouTube アカウントを削除する。そうすると、まあ、ブランドアカウントっていう、まあ、YouTube のアカウントは作ってるけど YouTube を削除してるので、まあ、空っぽのアカウントがですねできてる状態を作れという指示がありました。そこで YouTube アカウント空っぽのやつを作ってですね、まあ、2月の24日2週間弱ですねに携帯を開いたところ、チャンネルがこちらに帰ってきてました。うわ、やったー、チャンネル帰ってきたー、めちゃくちゃ喜んでました。で、まずですね、チャンネルのアートとかチャンネルアイコンとか、あと概要欄とか、その辺全部変えられてましたから、その辺をまた元に戻してですね、さあ動画を載せようかなと思ったんですけども、チャンネルの中を見るとですね、ガイドライン違反に引っかかっててですね、動画が載せれない状態になってました。というのも、ハイジャックされて載せられた動画がですね、いわゆる悪質なサイトですから、悪質なライブ配信されてたので、その動画がですね、ガイドライン違反に引っかかっとってですね、それもしかも、一回警告されて、またすぐ次を載せてるので、警告された時点でやめてればセーフなんですけども、警告されてすぐまた載せてるので、90日間のガイドライン違反、アカウント停止というペナルティを食らってました。見たらですね、2月の12日にやられて、実質5月の14日までアカウント停止っていう風に、まあ、記載されてました。YouTube クリエイターサポートの方に動画がアップロードできません。サムネイル画像が使えません。制限時間を超える動画が載すことができません。そういったことが停止されてまして、まあ実質チャンネルは帰ってきたんですけども、全く YouTube としてこちらが機能させれないっていう状態が続いてました。で、そのやっと本日3月2日に YouTube が起動してました。ですが、ガイドライン違反はですね、4つ項目があって、一番端っこならクリアな状態なんですけども、端っこの1個横っていう
ていう感じで止まってます。まあその状態でもとりあえず YouTube を載すことができるので、まあ実質ねまた同じように起動ができるっていう感じになってます。ただ今まだやっぱり違反を解除してもらったばっかりなので、一番端っこのクリアよりもクリアの一個横のみたいな感じのランクにされてました。まあとりあえずね YouTube が今回再開できたということで、また動画を載せていきますんで、ぜひぜひねまたご視聴ください。だいたい平日の9時ぐらいにはアップを考えてますので、それぐらいの時間になった時にはチャンネルに来てもらう、もしくは動画をアップした時には通知をオンにしといてもらって、好きな時間にご覧ください。皆さん1ヶ月間、まあ、20日ぐらいですかね、約ね、登録してもらった方、チャンネルアートにだいたい毎日更新って書いているのにもかかわらず全然動画が新しいのが載ってこない、そう思われた方、ご心配かけて申し訳ありませんでした。本日からまた動画を載せていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。励ましのコメント、グッドボタン、動画を見られた方、ぜひ復活おめでとうという言葉をかけてください。ご視聴ありがとうございました。